さて1月21日の今日は料理番組の日です。1937年イギリスの公共放送局 BBC 英国放送協会にて世界初の料理番組をテレビで放送したことにちなんでいます。この記念すべき料理番組の元祖である番組のタイトルは夕べの料理。そして第1回の放送で紹介したのはオムレツの作り方でした。この日に担当したマルセル・ブールスタンという料理人が世界で初めてテレビに出演した料理人となりました。さてその記念すべき第1回のオムレツの作り方ですが、クリームと塩を入れてかき混ぜた卵をバターを溶かしたフライパンで焼くというものでした。意外とシンプルなレシピだったようですね。それでも家にいながらにしてプロから料理を学べるということで番組は絶大な人気を集めたそうです。料理番組は洋の東西を問わずテレビの創世期から需要がある題材と言えますね。現在では単に料理を紹介するだけではなく地域性や対決要素を加えたりとバラエティ要素が加えられた番組も多いですよね。ちなみに日本で最初の料理番組は1954年にスタートした宝酒場提供の宝お料理手帳なのだとか。また日本テレビが制作しているキューピー3分クッキングは1963年の今日1月21日に放送が開始され、今なお続く長寿番組となっています。また NHK が制作している今日の料理はさらに古く、1957年に放送が開始され現在でも制作されている長寿番組となっています。今日の料理で使用されているマリンバが軽快な音色を奏でるテーマ曲は放送開始当初から現在まで50年以上も使用され続けているんですよ。以上、今日は何の日のコーナーでした。